教科、福祉は産業としての福祉の各分野に関する知識と技術を習得させることなどを目的とする教科。後期中等教育における専門教育に関する各教科の一つである。1999年国時の高等学校学習指導要領により2003年入学生より専門教科として追加されたについては2009年国時の 特別支援学校高等部学習指導要領により、2010年、入学生より一部先行実施の上で、全面的には2013年度入学生より、追加された。教科、福祉は、福祉に関する学科や、総合学科などで、主に開校、学習される。教科、福祉に属する科目の数は7に上り、そのいくつかと普通教科を組み合わせて、 教育課程を編成することで、主に専門学科や総合学科においては、学科の特色が生きるように配慮されている。特別支援学校高等部学習指導要領上、知的障害に関する教育を行う特別支援学校では、2013年度高等、部入学者、進学者より、年次進行で、教科、福祉が追加の対象となり、各学校の実態に応じて導入されることに、 なっている。なお、高等学校学習指導要領改定による科目変更及び特別支援学校高等部学習指導要領新設により知的障害を教育領域とする特別支援学校の教科に福祉が追加されたことに伴い、2011年度大学入学生より試行規則の一部改定に伴って教職課程における教科に関する科目で規定する 科目カテゴリーに大幅な変更が生じている。社会福祉に関する基礎的、基本的な知識と技術を総合的、体験的に習得させ、社会福祉の理念と意義を理解させるとともに、社会福祉に関する諸課題を主体的に解決し、社会福祉の増進に寄与する創造的な能力と実践的な態度を育てる。経過措置中の科目福祉に関する学科は、 高等学校設置基準に規定されている専門教育を主とする学科の一つ。専門教科、福祉に属する科目のうち、社会福祉基礎及び社会福祉演習が高等学校学習指導要領により原則、履修科目として指定されている。特別支援学校高等部、学習指導要領においても原則的にはこれに準ずる。 福祉に関する学科の例としては次のようなものがある。福祉に関する学科において履修する科目の例としては次のようなものがある。一種免許状を別表第一で授与申請するためには、学士の学位を有し、教科及び教科の指導法に関する科目24単位以上、教育の基礎的理解に関する科目等23単位以上、 大学が独自に設定する科目12単位以上、教育職員免許法施行規則第66条の6に定める科目8単位以上と規定されている。なお、他教科の高等学校一支免許状を有している者が、福祉の免許状を別表第4で授与申請する場合、教科及び教科の指導法に関する科目24単位以上の部分を充足できれば、 教育職員検定により授与申請が可能である。以下に福祉に関わる教科及び教科の指導法に関する科目を提示する。なお、ここでの科目事例は社会福祉指定科目で表示している科目事例に準じて表示している。福祉の教職課程については高等学校の他の教科同様別表第一で免許上の授与申請する場合は、 教科に関する科目20単位以上、教職に関する科目が23単位以上、教科または教職に関する科目が16単位以上となる。教科に関する科目は、大学によって、社会福祉士や介護福祉士の指定科目と共通にしているケースもあり、それゆえに履修すべき科目が広範囲に及び、かつ者福祉の各指定科目における必須単位数に合わせるため、 一般的包括的内容を含むという条件を充足するために必ず履修となる科目及び単位数型教科に比べて多くなる傾向にある。よって一般的包括的内容を含む科目だけで教科または教職に関する科目部分の単位まで全て充足し、なおかつ大きく超過する場合もある。ちなみに他の専門教科に見られる職業指導については 本教科については単独の科目区分とはされておらず、社会福祉学という設定がなされており、その区分内で単独の科目として設定することも可能だが、区分に含めるべき科目に職業指導に関する内容を包括してという科目名称にするなどして、一般的包括的内容を含むという条件を充足する家庭認定をされることによって、単独履修が不要なケースとがある。 2003年の高等学校、学習指導要領施行に先立ち、教育職員免許法施行規則が改正され、2001年度より教職課程が始まり、当初は以下の5科目区分とされていた。科目事例中、太字で表記されたものは、一般的包括的内容を含むという条件を満たすものとして、必ず履修となり、太字でない科目と太字のうち、 トータルで20単位を超過した分は、別表第1の場合、教科または教職に関する科目へ流用できる。なお、ここでの科目事例は、社会福祉指定科目で表示している、科目事例に準じて表示している。2009年に告示された、高等学校学習指導要領及び、特別支援学校高等部学習指導要領により、教育職員免許法施行規則が改正され、 2011年入学者より科目区分が2つ増え以下の7科目区分とされた科目事例中太字で表記されたものは一般的包括的内容を含むという条件を満たすものとして必ず履修となり太字でない科目と太字のうちトータルで20単位を超過した分は別表第1の場合教科または教職に関する科目へ流用できるなおここでの 科目事例は社会福祉指定科目で表示している。科目事例に準じて表示している。上述した科目事例中、例えば医学一般は2011年度以降入学者と2010年度までの入学者とでは科目区分が異なっているが、家庭認定の問題で新科目区分に読み替えを行った場合、2010年度以前入学者については、 新科目区分に包括される科目として使えないケースも存在する。ありがとうございます。